ステファン・ブラダーは、ウィーン生まれのオーストリアのピアニスト、指揮者。1965年、ウィーン生まれ。6歳から、ピアノのレッスンを受け、1973年に、ウィーン国立音楽大学に入学し、レナーテ・クラマ・プライゼンハマーやハンス・ペーター・マンドルに指示した。初公演は13歳の時であり、18歳の時には、ウィーン楽友協会へのデビューを果たした。 1985年、ウィーンの第7回ベートーベン国際ピアノコンクールで参加者中最年少で優勝し、オーストリア人として初めてのこのコンクールの優勝者となった。1994年にはウィーンモーツァルト協会からモーツァルトメダルを受賞した。1999年にウィーン音楽大学教授となった。ブラダーは、 コンサートピアニストとしての演奏活動に加えて、指揮者としても活動している。2002年からクラーツ大還元楽団の主席指揮者を務めており、2008年からはウィーン室内還元楽団の主席指揮者となっている。ブラダーは、1990年にソニーミュージックレコーズのクラシック音楽レーベルであるソニークラシカルの専属となり、ピアノ曲をはじめ、室内楽、 競争曲をこのレーベルから出している。ソニー以外では、カメラータ、ナクソス、コッホなどのレーベルから CD が発売された例がある。ありがとうございます。